皆様こんにちは。今日は五色のピクルスを作ってみたいと思います。大根、人参、きゅうり、セロリ、そしてカラートマト。この緑のトマトは緑でも甘くて美味しいんです。まず大根から切っていきます。拍子木ぐらいの太さで切ってみてください。これくらいですね。きゅうりは3箇所ほど筋を入れてみます。セロリの葉っぱは炒め物なんかに使ってくださいね。とても香りがいいので捨ててしまってはもったいないです。筋を取ってください。トマトのヘタは取ってくださいね。人参の皮を剥きました。
塩を5から6分にしてください。今日はラッキョウ酢を使ってみたいと思います。全体にかぶるっていうか行き渡るぐらいでいいです。いっぱいにしないでも結構ですよ。水が出てきます。これで様子を見ながら、1日から1週間くらいの間には十分美味しくいただけると思います。お試しくださいませ。